フィンランド内戦の一部であるフィンランドの革命についてのポスター、1918年作。右下の部分は人民会議が採用したとある法律に関するものである。フィンランド人民会議はフィンランド社会民主党の一部党員により創設された政府組織であり、フィンランド内戦の最中には赤英軍の政府という役割を演じた。人民会議の議長は 元フィンランド議会議長のクレルボ・マンネルだった。人民会議は、第一次、スウィンフップド内閣とエドスクンタにとって変わって、権力を奪取、続いて労働者運動の政策により完成された、社会改革を志す法律を成立させた。人民会議と、並行して労働者委員会という組織も創設されて、いたが、赤英軍の政府における役割は、脇役のままに止まった。 人民会議が議決した法律のうち、最も意欲的な法律は基礎を民主に置いたままで、新しい憲法を提示するものであったが、戦争の最中では実施することもできず、実際の出来事ではむしろ逆行していた。後には、人民会議の議長であるマンネルが、フィンランドの独裁者に指名されたほどであった。人民会議は、行政と経済政策の思考において困難に直面。 また、赤英軍による恐怖政治を防ぐことにも失敗した。人民会議をフィンランド政府として承認したのは、ロシアソビエト連邦社会主義共和国ただ一国だけだった。内戦末期の1918年3月発には、人民会議がヘルシンキからビープリに移動。やがて議員たちはペトログラードへと逃亡した。会議の議員は、 内閣の大臣と同じような職を与えられた。最高労働者委員会の議席は人民会議により下記のように分配された。人民会議は新しい憲法を起草した。この憲法はアメリカ合衆国憲法とスイス連邦憲法の影響を受けており、フランス革命の思想も取り入れた。憲法草案の国民投票も計画された。内戦が終結した後、 人民会議のほとんどの議員はソビエト連邦に逃亡した。オスカリとイはイギリス、続いてアメリカへ逃げた。憲法草案もそのまま忘れ去られた。ありがとうございます。